こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれです。1960年に作られたそうなんですけれども、エッチアスケッチ、今日ね現物も持ってきているんですけどね、左のノブを回すと中の筆に当たる部分が左右に動いて、右のノブを回すと上下に動く、これで絵を描いていくんですけれども、消すときは裏側をトントンと叩く、こういったおもちゃです。今日はこれを作っていきます。1960年にフランスで発明されたものだそうですけど、これ僕が子どもの頃すでに日本でも発売されていて、今でも現役で売っている、かなり定番のおもちゃと言えますよね。コンピューターのソフトウェアでは子どものお絵描きというのが一つのジャンルになっていますが、これはその先祖にあたる存在だと思います。今日持ってきたのはミニチュア版なんですけど、一般には絵本くらいのサイズです。内側にアルミニウムの粉末が入っていて、それを透明な板の裏側から削り取るように描いていく仕組みです。ということで、できました。コンピューターなどをできるだけ少ないブロックの数でそれと分かる形で作ろうというのがこの動画シリーズのコンセプトなんですが、こんなにちっちゃくなっちゃいました。わずか14ブロックしか使っていません。左右のノブをうまい具合に合わせて動かすのはなかなか難しいんですけれども、子どもたちがこれで挫折するのか、あるいはゆっくりやればうまくいくことを発見するのか、なかなか奥深いおもちゃだと思います。来週も作ります。見てください。